にゃーいということでやってまいりました。大人も子供もお姉さんもごきげんよう。グモールだ。はい、ということで在日までの1日がスタートいたしましたということですね。いやね、このエソソ大師というものをまあ僕が作りましたと。でまあエソソ大師ね、まあかなりこういうお賽銭箱置いてるんですわ。まあ金をどんどん集金しようと思ってね、まあこのように賽銭箱がまあ8個も置いてあるわけですよ。でこれ夢見用に作ったんだけど、なんとねこの中に大量のお金が眠っております。それどういうことかっていう話なんだけど、前にね年越しそばチャレンジやったでしょ。であの動画の時に年越しそばをゲットするのに、まあツイッターとかで、まあ、ちょっと協力してくださいっていう形でね、まあお願いしたんですよ。でまあ自分抜いて計14人来てくれたんだよね。でその14人にもうお賽銭の方も入れてくださいっていうねお願いの方をいたしまして、それでお金がたんまりと入っております。でいくら入ってんのかも俺もわからん。だからちょっとこのお金いくら入ってんのか中身確認してみましょうか。いやもうこれは100万は超えてるな俺の予想だと。ちょっと手持ちが今3万740ベルあっから、これを全部一旦ねこの ATM の中ぶち込んどいて、それでいくらゲットしたのか見てみよう。おぐら、え、あ、何？磯さんどうもどうも。お家の収納大きくなったし、あ、そうだ、家の収納大きくしたんだ。あもういつの話だよ。すげえ昔だぞそれ。じゃあ ATM で全額預け入れすっから。あこれゼロベルな俺今手持ちが。いいか座れよ。いいよ別にもうこっちの動向確認しねえで。 ATM いじってるからめちゃくちゃ気にしてんだろうな。何もしねえよ。よし、じゃあちょっとこれで金集金すっか。あ、今日レイジも来てんな。あ、俺は金たんまりゲットしたら買えるかもしんねえぞ。今俺ゼロベルしかねえがんな。おいおいお前は何しとんねん。壁に向かって歩くな。こっちチラッと見んな。強靭だよあんなの。しゃあ、じゃあちょっとこれで集金してみっか。いや、いくら入ってっかな。じゃあこっちから行ってみよう。まず、一箱目。これを調べて。じゃあ、チェストになってる。よし、じゃあちょっと見てみるか。一箱目から。入ってっかな。あ、今ゼロベルね。あ、3000ベル、待って、3000ベルぐらい入ってるって。取り出してみよう。うわマジじゃん。入ってる。3000ベル。うん、まずは3000ベル。まあまあまあ、この辺、序の口でしょ。あ入ってない。これは入ってない。これ不発だ。ゼロベル。いや、まさかのな。2箱目。まあ、分散しちゃうのは仕方ねえな。じゃあ3箱目。これいくら入ってる？わあ、全部、安いなぁ。じゃあ本音出ちゃってるけど。安い、もうちょっと入れとけ。もうちょっと。え、合流するつもりだったんだけど、あんま入ってなくねえか。じゃあ4箱目。これいくら？ああ、そうだけど、いいねぇ。ちょっとしょっぺえなぁ。いや、想像以上しょっぺえな。俺の中ともうここだけでもう数十万ビル引くかなと思ってた。いや、まあ本命こっちだわ。本命こっちの4箱。やっぱ手前だから入れやすいっていうのがあるからな。じゃあ、じゃあこれ見てみるか。5箱目。これ、いくら？いくら？安い。あれ？ちょっと待って、安い。あ、1000ベル単位でしか入れないのこれ。あ、まあまあ、でも、ありがてえですよ。5000ベル。で、これは？こっちいっぱい入ってんじゃないか？ 5000 ベルかー。あはちょっと待って。あれ？あれ待って、予想以上に低いぞ。これが、いくら？6箱目。おお、こっちは結構超えてる。2万4000ベル。大きく超えてきたね。2万4000ベル。これはいいんじゃないですか。2万4000ベルでかいよ。ああ、4万1000ベル。これは最後。もうこれで最後、もしかしたら99万ベル入ってる可能性あったらな。いくらだ ?4000 ベルか。切りよく4万5000ベル。4万5000ベル集金できましたと。いや、想定以下あったらだいぶな。ただ、ありがとうございます。4万5000ベルいただきました。この4万5000ベルを、じゃあちょっと今日は使って合流しようかな。じゃあまずコーヒーでも飲んじゃうか。だってお前ら考えてみ？財布の中に4万5000入ってたら200円のコーヒーなんて簡単に飲めちゃうだろ？今財布の中に福沢諭吉4枚と樋口一葉1枚入ってんだ。じゃあちょっと飲ましていただこうか。いい香りがしますね。なるほどね。パパッパッパパッパッ。逃げー、癖になりそうなビターテイストだな、これは。ありがとうございました。いや、こちらこそ、いいコーヒーが飲めたよ。まだ4万4800円残ってるからね。あ、そうだそうだ。ちょっと、服買っちゃおうかな。どうも、ふと客です。いや、服見に来たんだけど。あら、あー、お値段安いね。1400ベル。島村ですか、ここは。あ、いいですね。サッカーのユニフォーム。うん、かっこいいですね。
あ、こういうキルディングジャケットも寒いからいいんだよな。何これ、スキーウェア1680ベル安いね。あ、いいじゃん、チェスターコート、いやおしゃれ。いやー買っちゃったよ、合計7880ベル。いや、やっぱお金持ってるとさ、気持ちが大きくなっちゃうからね、普段ちょっと着ないようなファッションを選んじゃうんだよね。言うてまだ 36,920 ベルだから、全然散財できるよ。おい豚、ちょっとこっち向け。いや、どうした、たまたま。お前なんか手に持ってるそのダンベル、なんかちょっとボロくない？新しいの買えよ。ほら、じゃあこれやるから、1万円。これ新しいの買えよ、お前。悪いけど、これは受けてないぞ。いいんだ、いいんだ、受け取っとけよ。そういうの何も言わずに受け取っとけ。おいら、お前からお小遣いをもらう理由はないからな。どもども。真面目かよ、お前。な、いいっつってんのによ。金はあんだ、こっちは。まあ、そういうならいいだろう。じゃあ、なんか買ってきてやるよ。しょうがねえな。お、なんかいいもん入荷してる？何言ってんの？なんかしょっぺえもんしか売ってねえな、今日に限って。これ何これ、いくらこれ。あー、壁掛けテレビね。確かね、テレビとか欲しいなと思ってたけど、いくらよこれ。あー、安いね。8900円。大丈夫？ドンキホーテ価格じゃん、こんなん。じゃあ買うか。これなんか、おしゃれだね、これ。あー、これ、マクラメタペストリー。なんだそれ、聞いたことねえけど。800、お、安いじゃん。買うか。あー、まあ、買うわ。これは安いからね。丸型ストーブか。俺の部屋にもこういうの置いてみたら少しは冬らしくなるのかね、なんか。ああ、まあそうかもしんねえな。代わりに買ってやろうか。俺いくら？ああ、2000円。いいよ、買ってやるよ。じゃあ、お前これ欲しいって言っただろ。うん、これやるよ。うん、いいよいいよ、あげるから。嘘だろ、丸型ストーブじゃねえか。おにぎりだ、この色のもんずっと探してたんだよ。いいんだいいんだよ、金ならあんだからよ。ただでもらってばっかじゃ申し訳ねえ。俺にこのシンプルなパーカーをお目にやるよ。まあまあいいの、気使わしちゃったな、なんかな。いや、店のもんすべて買っちまったぜ。でもまだ1万8000残ってっからな。これ何これ、スペーシーなタウンシリック、かわいいね。買うわ。基板の壁、これいいな、欲しいな、買おう買おう。これうわ、美術品売ってんじゃん、俺これ買おうかな。石頭の彫刻、これいいじゃん。金使いすぎた。もう220ベルしかない。なんでこれ、怖い、いらねえよ、こんなホワイトローズのラグだって。なんで買っちゃったんだろう。ポータブルレコーダーとか何個もあるし、いらなかった、買わなきゃよかった。一旦コーヒーでも飲んで整理すっか。この味わい、余計なものはいらない、これが大人の味だ。どうしよう、コーヒー飲んじゃった、でも20ベルしかない。返金してください、お金返してください。うわ、もう何も取り合ってくんで、最悪。まあ、豚なんかあげるっちゃったからあげるか。どうしようかな。でもこの辺俺が欲しくて買ったもんだからな。全部な、一応やっぱ金かけて買ってるわけだし、こっちも。じゃあシンプルなパーカーやろう。これやるよ、シンプルなパーカー。よーし、早速着替えてみるか。うわ、ピンク。よかった、あげて。ピンクじゃん。あぶねえ、あぶねえ。ハムカスと同じペアルックな色になっちゃうとこあったぜ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。またね。